ホラーナイツオブエスティステイディオ。蛍光症、蛍光症。今回結構怖めの現象が起きまして。いつも怖いじゃない。怖め。今日やったら怖め。ちょっと違った雰囲気がね、お届けできるかなと。なるほど。ということなんですけれども、1個目はですね、ちょっと前にやった診断テストの動画の撮影後なんですけど、恭平さんの耳に声が聞こえてしょうがないと、その時の映像がございますので、どうぞ。窓閉めたらなんだよ、君には。今、閉めた。あ、びっくりした。変な動きしないでよ。怖いよ。やばかったよ。でも窓閉めたよね、お前。閉めたよ。閉めた後、ドンって言ってる。え、待ってよ。何が聞こえてる。妹で、うん、めっちゃ聞こえる。違う、そうだよ。え、なんか俺も聞こえる。ミーって。何ミーって。今も聞こえるよ俺。ちょっとテレビつけよう。テレビ。正義のビビり。そもそも格好やばかった。めちゃくちゃカオスな格好してる。もう変なやめてよ。変な動きしないでよ。嫌いでよ。気持ち悪かったんだよな、すげえ声があまりにも、そう、あれなんかすごい途中からまずみんな気持ち悪くなってた。女そもそも女って感じじゃない。そんなあれではないんだよ。違うんだよね。なんかどオカマカーとかじゃないのよ。なんか上でどんどんね言ってることからさ、言ってることからさ、最近もしかして霊もしくは普通に人間とかいるんだよね。そんなないっていう説がちょっと出てきてます。まあ人はほぼないね。みんな誰かしら家いるし、それ普通に犯罪なんで、見つかったらもう即逮捕されるんで、警察行きます。それはないと思うんですけど、でも霊っていうパターンはありえてしまう。部屋に人がいるような足音とずっとしてるから、そう、階段のもういるんじゃないかって思っちゃう。でももう一つ映像がありまして、一旦なんか霊感落ちてたじゃないですか、京平さん。また最近出てきてるというか、霊感が強くなってきてるというか、結構こいつだけ声聞くパターン増えてる。確かにね。で、そのさっき見た映像でも声聞こえてるし、今回ガッツ氏と京平さんの身にちょっと恐ろしすぎることが起きて、そちらをね紹介していこうと思います。はい、どうぞ。心霊スポット来たね。何この曇り方やばい。今回ちょっと怖い現象が起きましたので、はい、今僕たち外に来ているんですけれども、はい、恭平さんにいろいろとやばいことが起きているので、そちらをね、はい、話してもらおうと。まあリボンが気づいたんですけど、まあ撮影これからあるってことで、まあ仮眠を取って、まあ夜中3時ぐらい起きたんですけど、リボンがまだ寝てなかったんで、上の人たちを起こしてきてみたいな感じで言って、でリボンに起こしてもらったと。そしたらまあターボを乗りは普通に起きてきたけど、恭平の様子がやばい。何がやばいのかっていうと、尋常じゃない汗をかいてると。おでこに水たまりできてる。本当に尋常じゃなかった。顔もめっちゃもうなんか苦しんでる。もう苦しそうな顔してて、呼吸の仕方もおかしかったの。普通腹式呼吸ってこうゆっくりこう動くんだけど、恭平の場合ポコンみたいな、なんかおそう普通の呼吸じゃないの。はいはいはい、見てで、やばいなと思って、やばいなと思って起こした時に、みたいな、もうなんか解放されたみたいな、起き方して、みたいな。ずっとそこから起き上がんなくて、これ、まあ、やばい、カメラがやばい。はい、何を捉えてんの。気持ち悪くね。やばい、どういうこと。ってみたいな。おろ、急に、お前に反応しない。え、俺何この丸いの。お前に反応しない。この丸い何。この丸い光みたいなの何。全然手めつかない、こっち。え、なにこれ。で、これだけで終わらず、ちょうどその話をね、リボンが共演にしたのね。そしたら、こいつ自身にも心当たりがあるみたいで、今日なんか霊感のある友達に。おお、やばい。どういうこと。え、もう全然映らんやん。え、なにこれ、なにこれ。その霊感のある友達に、本当リアルタイムの昨日された話みたいで、
その通話の話をしてもらいましょう。あんまりそう連絡取んない友達から電話来たのね今日、うん、2日ぐらい前にそいつの夢に俺が出てきたと、うん、でそいつの夢では俺がもう痩せ細ってて、うん、頬ももう濃く出て完全に、うん、で死の寸前みたいな顔色もしてて、うん、でかつ顔中にイボがもうバーってあって、うん、気持ち悪い。でそんな俺がずっとこのぐらいの近くで、うん、うーって言って、うん、もう取りつかれてる完全に。ただの夢ならいいんだけど、起きた後もずっとなんかそいつに引っかかったものがあったらしくて、うん、なんだろうみたいな、うん、夢って普通忘れるもんじゃん、うん、起きたら、うん、ただ引っかかってるって普通は、うん、引っかかった気持ちなんだろうってことで電話してきたらしい。そしたら、まあ、早速これがあったこのリボンの上に行ったことが起きてた、うん、ダブルでなんか起きてた。だから、まあ、分かりやすく言うと多分恭平が今疲れてるんではないか、取り憑かれちゃってんではないかっていう話なんだよ ね、うん、だって物理的にあと1個言ってないけど扇風機逆になってるのよ。そうこれが一番辛いんですか。さっき聞いた時鳥肌立つ。恭平と全く逆向いてたらしいんですよ扇風機が。つけて寝たのに鳥肌やばくない？絶対つけたよ俺寝るとき。それも首振りもしてないでしょ。してないしてない。ずっと固定のままでしょ。絶対固定のままはもう逆向いてる。で止まってるの電源も。どっち向いてたの？だからもう単純に恭平が寝てる反対側。どこ？窓際。だからあのさ顔見えたとか言ってたじゃん。あっちの方に向いてた。やばいってそれ。で電源も止まって動いてない。だから恭平来た時も確認してるのも動いてないこと。それ一発引っ張れとか。あちょっと待って やってくれ。つけ。除霊しとこう。出そう。うん。あったということで、この後も何かありましたら随時報告していきます。はい。はい、本当にこれ気味悪くて。いや本当にね。やばいね。なんかやだなマジで。本当最近おかしいよね。これ誰にも話してないけどこれ。うん。うん、あと本当一昨日ぐらいで、うん、寝てたんよ。扇風機つけながら寝てたよ。ああ。一個こっち向いてて、一個あの細長い、うん、細長いやつは自分の方向いてて、でもう一個の方をあっち向きで。うーってなってた。え、またえまたそっちだ。お前つけた？俺つけてないな。だよね。うん。俺おかしいなと思って。そっちだけ。怖いな。だからその扇風機向いてた方向が顔映った方が。で俺さ、昨日と今日2日連続で朝あの濡れた人が歩くピチャピチャみたいな感じで、それで起きてるのよ。その音で。お前起こされてる。それでピチャピチャピチャみたいな音で起こされてる。笑えないな結構俺やばいのかなみたいな。これもう一個言っていい？俺が2階にバーバーバーって上がってったら、うん、恭平が寝てる状態から2階を立ってえでまた寝た。俺が大丈夫俺ちょっとあそれは聞いたな。え俺それえそう全然聞くな。え何のあいつ気持ち悪いと思って自分の寝床行って取るもの取ってでもう一回降りる時に見たら寝てた。え、マジでマジでこれ結構ガチやばいやつだよ。ガチってやばい。俺やばいのか。もしかしたら俺らの足音がそのピチャピチャピチャみたいに聞こえてやばいと思って瞬時に立って。いや、そういう女じゃなくねえか、うん、え、これ瞬時に立って寝る時点でおかしい。パッて、パッておかしい、うん、意識がないでしょ、うん、あ全然気くないですね。大丈夫マジで本当に気持ち悪いなと思って笑いながら俺タオに話したけど俺らでも考えが予想つくぐらいおそらく多分取り憑かれてるんではないかと。うん、うん、あれ、マジ可能性あるに今なりまして。やばいでしょ。やばすぎない？心やばい俺は。ということで、はい、どっかのタイミングで恭平の寝てるとこに固定カメラ仕掛けようかな。そうだね、めっちゃ気になる、うん、めっちゃ気になる。扇風機の意識のこと多すぎるし、扇風機のも、まあ、怖いですけど皆さんお楽しみにしていてください。はい、ということでね、恭平さん、はい、頑張ってくれてますのでチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。お願いします。なんかあればまあでも、全然健康は平気だから、あ、まあ心配は全然しないで大丈夫です。全然怖いんですね。こっちが心配してるわ普通に。今日の話はやばすぎて結構そう、なんかいろいろあってくるというか、ピチャピチャピチャとかちょうどしかもこいつが寝てたとこあれだよね、意味わかんない液体とか出てる。あそうだね、そうだね、そういう液体とかも絡んでくるのか。本当に頑張るのでチャンネル登録お願いします、ね、言ってることからすやばい、カメラがやばい、うん、でやばいなと思って。Welcome to ST Studio 夏祭りツアー
It's Showtime!